どうも、MA です。ピオラの皆さん、ピオリようこそ。こんにちは。こんにちは。はい。今日はね、今日も楽しみな開封していきます。なんでその含みがある感じは。まあね、なんかさ、決まりのさ、なんか、セリフがあるわけでもないからさ、毎回悩んでんだよね、実を言うと。ほう。最初のセリフがね。ほう。ああ、そういうこと。最初のセリフ？最初のセリフが、どうも、MA ですの挨拶の後の、セリフが毎回悩んじゃって結果、今のは。悩むか？若干悩むんだよね。じゃあ、季節の挨拶から入ったら、ビジネスみたいな。ああ、季語みたいな。そう。ちょっとやってみてよ。はい、テイクワン、テイクツー、はい、どうも、ゆめです。よらないさん、びよりへようこそ。こんにちは。こんにちは。いやー、最近なんか空も高くなってきて、雲の形が変わってきましたね。積乱雲だったじゃん。やっぱ夏といえば積乱雲がモク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 みたいな感じだったけれども、ちょっとなんか勢いがなくなってきたね、積乱雲。違う感じ？いいじゃん、いけんじゃん。いい感じ？いけんじゃん。これみんな求めてるとことか。求めてるかどうかわかんないね。ああ、そっか。でもね、求めてはないかもしれない。でもね、それで言うとさ、すげえうまいなって思うのが、オールナイトニッポンとかいい感じだと思うんだよね。ああ、なるほどね。じゃあオールナイトニッポンやればいいんじゃない？じゃあテイク3。いや、違う違う、無理。オールナイトニッポンとはって言ってもさ、いろんな人がいるから。はいはい。オールナイトニッポンやられてる方もいろいろな方がいるやろ。うん。なんか何曜日担当みたいな感じで。人によって多分癖違うし、私全部全然把握できてないからさ。まあまあ。でもさ、よくさ、下手な会話の例としてさ、天気から入るのはダメとかってよく言うよね。あ、そうなの？なんか、ベタすぎるっていう。あやーって、てんてんてんの。今日も暑いっすね、みたいな。二人ともできることだね、みたいな。よく言われるよね。まあね。私よくやってるけどね。よくやってるね。よくやってる。ブーメランぶっ刺さってるよね。ぶっ刺さって、今もなんか似たようなこと言ってたしね。めちゃめちゃ鋭利なブーメランぶっ刺さってる。先一応とんがってるブーメランもぶっ刺さってる。あ、ぶっ刺さってるね。でも私、今日打ち合わせ行ってきたんだけど、みんな。打ち合わせ行ってきたんだけど、まだこう積乱雲あるなと思いながら空見てた。本当積乱雲あった。見つけた？あ、本当。でもまさに今本当言った通りで、ちょっとずつまあ勢いがかかってきてるかなみたいに見てた。ああ、なるほどね。実際季節から入ってるね、結局ね。入ってる。またブーメランぶっ刺さってるやつ。2本目。2本目のブーメランが刺さってる。そうだね。2本目がぶっ刺さったとこで乾杯しようかね。そうだね。乾杯があんじゃん。そうだね、乾杯あるよ。嘘やれよ、それ。結局、じゃあ、この最初の、この冒頭何なのって話なんだけど、どうも、MA ですって言った後に、はい、じゃあ今日はこちら開けていきたいと思います。だけど、ちょっとなんか、じゃじゃーんじゃ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 ーん今日はこちら何々何々をやっていきたいと思います。こちらの商品をみたいな。YouTuber ね、そう。ってなってくると、いや、じゃあそれがそうなってくると、サブチャンじゃないの、私的には。集中さん、ね、もうなんかそれってフィギュア紹介チャンネルのなんか、いわゆるメインチャンネルみたいなノリだなって私は思ってて、なんかそれじゃない、私的には。パパーン。そう。そういうのじゃないんだ。そこでなんか、ちょっと、かっこいい音楽が入ったりとか、なんか可愛い音楽が入ってるみたいな、なんかそういうのじゃないから、そうなの、そうなの。それから遠ざけたいっていう思いで、なんかやってるわけ。あ、なるほどね。そう、自然な流れでね。自然な感じでだらーっと。まあ、フィギュア紹介チャンネルいっぱいありますから。フィギュアが見たい人はね、そういうの見るだろうから。まあそうだね。我々は、そのね、フィギュアが見たいから見るっていうのとかけ離れてますからね、そもそもね。まあ、あれだよね、その、なんだろう、じゃあ、ポップアートを、好きなことやってるだけだからね。何かから、たまたまちょっときっかけはそれで入ってくる方多いかもしれない。あ、まあ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 。キーワードかなんかで。まあ、わかんない。あんまり私わかんないけど。一応メインの題材はフィギュアですから。そう。そうなんだよね。メインはそうだからね。まあや、乾杯はしてる。乾杯ね。はい、これ、私今めっちゃマイブームです。ちなみに。はい。はい。これもね、ファミマルなんだけど、これ美味しいんだよね。スーパーサイダーファイバー。私ね、よくね、サイダーファイバーって言ってるんだけど、これのこと。心がいいじゃん。いや、初めて聞いたけど。え、私言ってるよ。いや、初めて聞いたけど。え、結構、私が一人で言って楽しんでるだけだから。一人で楽しんでるだけだから。そう、よく一人でさ、サイダーファイバーって言ってる。じゃあ古いのでは。まあね。でもなんか、ね、似てるじゃん。取り残されてるのでは、時代に。ね。でも、そっか、今も全くわかんないのかな、そういうのも今の人たちって。わかんない。今の人たちってとかって言い方すんなよ。でも、推しの子でもさ、やってたじゃん。やってたじゃん。推しの子でもやってたじゃん。おたけがおたけで別に。だってサイダーファイバーは AKB でしょ。でもなんか、通ずらん？だって AKB のその時のおたすって。通ずらん。え、そうなの？通ずらん。そうなの？初期の AKB のいわゆるオタクの人たちってさ、そういうの言ってたんじゃないの？
ロマンスとかなんかそっち系のオタ芸はだって今でもずっとあるでしょ。あ、じゃあ いいんじゃないの。 AKB はもうブームじゃないでしょ。でもあーでもあーいやどうだろう。でも AKB からその派生したっていうのかな、その坂道系。最近 AKB って聞かないよ。でも坂道系でしょ。とか SKE と か、 なんか日向坂なんだっけ、日向坂だっけ。48系あれって。でも AKB 系って言っちゃダメなんだ。48系こうちょっと分からんね。なんかね、あんまりね詳しくないことに余計な踏み込まない方がいいんだ。なんかあの余計なことも教えてもいかんし、うん、そう余計なこと言わない方がいいもんね。余計なこと言わない方がいいね、うん、確かに分かんないから、ね、我々より詳しい方なんかの方が多いから、うん、基本そうだよね、うん、基本そう、基本全ての事柄に対してそうだよね。あ、そうだね。なんか詳しいこと何もねえから何もないとまでは別に何もねえよ。詳しいことなんて別に、私詳しいで言うと何も勝てるものねえわマジでない。何もぶっちゃけフィギュアでも勝てんしね。まあ確かに、うん、フィギュアは多分ねみんなの方がね詳しいと思う。なんかさ、知識オタクみたいなところ私全くないんだよね、うん、なんかこれ知っておかないとなんかダメな気がするとか、うん、そういう着眼点でなんか私あんまり何かを捉えること何もないから、うん、だからあんまりこう定着してない、まあね。だって意外とさ、なんて言うんだろうな、フィギュアとかクレーンゲームで出てるフィギュアとか最近俺全然リサーチできてなくて。でもさ、うん、我々さ一時期めちゃくちゃ撮ってる時期あったじゃん。あ、そうそうそう。あの時はさ、なんかアホみたいに撮りまくってたブームの時あったからさ、あの時は結構自然となんか、うん、別に覚えようとかじゃなくて、うん、自然とね、把握してるみたいな感じのね、うん、でもこれはでも分かる人はいると思うけど。まあね、日常的にゲーセンとかに行ってればさ、うん、あ、今これ出てる、あれ出てるとかさ、ね、来月これ出る、あれ出るとかっていうのがなんとなく分かってきたりするとか。そうそうそう。だたまに1回行くぐらいじゃね、もうね、分かんない、うん、分かんないわけですよ。もう分かんないね。そう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 。だからみんながね、教えてくれるのがね、意外とね、うん、あ、こんなん出てんだとか。そう。本当に役立ってる。プレゼントでもらったりするものとかでさ、うん、あ、こんなフィギュア出てたんだとか、気づくきっかけにはなったりするんだよね。この活動してだから、いい、良かったなと思うことの一つではあるもんね。あの、うん、私もそうだよ。このフィギュア出てますよとか、それこそこのアニメ、まあ、すごいこういうところが好きだよとか、うん、みたいなのとかも、ああ、そこそこれそうなんだ、みたいな感じで、うん。うん、あの、浅く広く、なんか、自分が終えてない情報を知れるのは、うん、結構いいなと思ってる。そうだね、うん。だって最近はさ、活動の幅もすごい広がってきたからさ。そうだね。あとは1個のそのプロジェクトがそのなんか結構濃厚だったりするから。うん、そうだね。そう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 。そこにかける時間が結構ね、その多くなってきたりするから。そうだね。やっぱりね。うんうん、まあ、まあ。まあなるべく俺の方で進めてればいいじゃんっていう話でもあるんだけど。まあね。まあどうしてもね、俺だけでは進められないものもあるから。こともあるね。本人の許可が必要なものはありますから。そうだね。はい。うん、私のターンが来る時もある、ね。社長ハンコみたいなのを押してもらうみたいな感じでね、ご許可取りに行かなきゃいけない。わけです。俺がしょうがなくね、これどうですかって言って、うん、これでいいですかって言って、これ反抗してもらえますかって愚痴ってるの今愚痴ってるのみんなの前でまとめできたんですけど、いいですかって言っていいんじゃないとかって言って、いや、嫌ですって言って、これは嫌だ。そこなんだよね。ここでさ、なんか全部逆にさ、まあ、いいです、いいです、ポポポポやったら、もしかしたらマスターも楽かもしれないけど、うん、どれどれみたいな、うん、ここはどうなんだいみたいな、あ、ちゃんと見るなってなる。あれ、ここってそういう話だったっけみたいな、はい、これじゃあサインしてっすね、うん、サインしないとこうやって見始めるこれはどういうことでしょうかみたいな、見てほしいわけじゃない、サインしてほしいんだけどみたいな。いやでも大事なことだよ。作業になっちゃうって楽しくないんだから。そうそうそう、やっぱりね、俺からしてみると、うん、あのサインもらうだけの方が楽なのになっていう時ももちろんある。そういう時もあるね。あ、こだわり出てきたって。そういう時言ってくれればいい。あ、これサインだけがいいやつだから。いや絶対見るじゃん、それだ。それと結局見るじゃん。でどれどれみたいな。でどれどれ、うん、サインしたでも結局見るじゃん、全然ダメ、うん、まあね、まあでもこだわるのはいいことだからね、まあ、気になっちゃうよね、シンプルにね、あの、うん、気になっちゃう時あるんだよね、うん、まあ、基本そのパターンだけどね。あ、そうだね、うん、まあ別にいいんだけどさ。乾杯。チーン。これがうまいのよ。乾杯してなかったっけ。うん、多分してなかった気がする、変なこと言って。これね、あのゼロカロリーだから、ゼロキロカロリーですこちら、うん、うん、だからだからです。だからちゃんとしてるよね、だからのとこだから、うん、うん、これ美味しいからみんな飲んでみて、気になった人はいるでしょ。あの、あ、これは悪い意味じゃないよ、私が飲んだやつ全部飲む人、うん、どうぞ真似してみてください。で、今日はなんだけれども、こちらになります。これはなんとね、またお恵み品でございます。ありがとうございます。これ私すごくお気に入りだったからめちゃくちゃ嬉しいです。これ、はい、紫のやつが出たんだ、私前回行った時にこれが出たの。全部たくさんもらったんだよね。そうなの、いっぱいもらったの。あのね、うん、そういっぱいもらったから、まずは今日は2個ここで開封するね。うん、うん、
尺的にもね、うん、この紫が出ましたので前自分で弾いた時、うん、弾いたよね、うん、その紫が出たんです前回は、うん、だから今回はこれではないものを狙いたいんだけれども、ですね、ブルーとかも出したいですね、うん、ブルー出したいし、その下のなんかこの赤色のやつとかも可愛い、可愛いですね、これここら辺ちょっと引き当てたいですね、はいはいはい、これマサさん気に入られますか。これもですね、今の気分は、この赤いやつとか、あ、赤いいよね、うん、私ちなみにこの赤とその上の青いった、あ、じゃあ赤一択、一択にする、うんうん、これはねシークレットが72分の1なんだけど、これ前回やった時にもみんなにお話ししたと思うけど、あのマレーシアに行った時にお世話になった方が日本のあのパパマート原宿店で弾いた時に、なんとこのシークレットを出してたっていう、そう1個だけ買ってシークレット出してて、えメカじゃないじゃん、そうメカじゃないってメカ狙ってたんだよね、そうだから喜んでいいのやらちょっと悲しみの何が欲しいのって言ったらえメカなら何でもいいって言ってた、何でもいいみたいな言ってて、うん、とりあえず開けたいみたいな、うん、言ってて開けて、おーって見て一瞬止まってたからね。てんてんてんって。いやわかる、それはメカなら何でもいいでノリでやってメカ以外が出るっていう。え？みたいな。だってこれ全部メカじゃないのみたいな感じになってて、シークレットだよっつって。なんだよシークレットかよ。俺メカが欲しかったのに。っていうパターンもあんだよね、みんなね、シークレットだからといって、まさかのパターンだったね、あれあれ、そうだったね、あれ面白かったね、あ、うん、じゃあ、私は代わりにね、でもシークレットはね、私はまあ、言うてもいつもね、やらっちくスタイルなんで、うん、別に、うん、まあ、確かにこれメカがすごく可愛いシリーズだけど、うんうんうん、うん、これは、あのブリスターが入ってるタイプなんだよね、ね、そうね、よし、じゃあ早速開けますね、はい、いきます、せーの、じゃーん、あ、わかんない、あ、わかんないね、ほう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 、まだ見えないですね、あ、メカっすね、これは、あ、メカだ、あ、メカだね、うん、メカです、これは、じゃあ開きますよ、ちょっとかな、せーの、じゃーん、あ、違かったね、オレンジでしたね、一番左下のやつだね、これだね、うん、12分の1のこちらになります、どう、もうパス入ってない、まずは確認、入ってない、まずは確認よ、入ってないよ、入ってませんよ、じゃあこの袋の中だろうがよ、あ、袋の中か袋の中、入ってません、入ってません、おい、ちょっとちゃんと逆さまにしてちゃんと、危ないんだから、入ってないよ、わかるよ、もうわかんないだろ、いつも危ねえだろうがよ、危ないよね、で、この手袋を外しましてと、はい、あれ、あれ、あれ、手袋外してください、手袋っていうかなんかテープだね、これは、あー、これちょっと手こずるね、これは手こずりますか、ちょっと手こずりますけれども、はい、うん、いくよ、じゃーん、じゃ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 ーん、おー、ドクロだね、ドクロだね、この、これは、うん、出るのかな、あ、出てこない、埋まってる感じの、ほら、ドクロみたいな感じでした、出ないんだ、はい、こういう感じでしたね、ここにね、細かいね、なんか文字が書いてるんだよね、こういうところにも、うん、なんかデカールみたいな雰囲気でさうん、はい、こういう感じ、横はこういう感じで、うん、どうですか、うん、かわいい、すごくなんかウェザリングみたいな感じでさ、うん、かわいいんだよね、このシリーズ、うん、これがいいね、この、これがね、分かってるのか、うん、私これこのまま閉じたまま飾りたいかもしれない、おどちらかというと、うん、こんな感じ、あ、ほんとだ、へぇ、これ中にいる人は骨ね、骨、中にいる骨ね、うん、骨は出てこれないんだね、これ、そう、骨を待ってっから、へぇ、そう、あ、いいんじゃない、骨だから、骨だしね、うん、骨らしいよね、メカ塗装、メカ、ん？メカ装、メカ、メカ、メカ装、装備の装、メカ装、しょうもな、しょうもな、だって骨だから、メカ装、メカ装、あ、でもそういうコンセプトかもね、ここに入れられて、滑走、なんか一気になんか生々しいな、その話は、確かに、ちょっと生々しくなってきた、次行きますか、じゃあ、はい、じゃあ2体目いきます、はい、ドキドキお願いします、ドキ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 、
頼むよ。これ結構高級だからね。本当に嬉しいよね、こんな。ありがたいですね。本当だよ。全力の感謝を込めてあげてください。マジでありがとう、これ送ってくれて。本当に、はい、前回もいただき物でやったんだから。そうだよ。これそうだよ。ありがとうね、みんないつも。うん。うん、嬉しいですね。そうだよ。あれ？なんか入ってるぞ。あ、見えるな、これ。じゃあそれにしましょう。はい。あれ、これ、ね、これ、これなんかもうメカだね、これね。もう、もうメカだ。これ何のメカだっけ？何や？開けるよ。はい、いくよ。せーの、じゃーん。おお、おお、おお、これは、あ、これだ。こちらでしたね。ああ。これです。かすってもいねえな。かすってないね。うん。ほうほうほう。クオリティすげえな、これ、やっぱり。これをつけますと。なるほどね。やっぱこれこのシリーズすごいね。すごいすごい。なんかお恵み品でさ、こんななんかいいシリーズをさ、うん、やれてるんだよ、うん、嬉しいことだね。このクオリティでさ、2,3,000円だったら安いよな、うん、このクオリティだったらそうだね。正直このクオリティで量産品で 2,000円、3,000円で作れちゃうから絶対無理ない。確かになんか、うん、そうだね。いや、いいところと繋がってんだないいとこ繋がってるいいとこ取れてきてた。日本の工場じゃなさそうだね。なさそうだね。知らんけど全然知らんけど知らんけどさ、適当なこと言ってさ。でも技術力すごいよ。よくないよ、うちらが言ったらさ、言ったことがさ本当なのかと思って思わせちゃったあれだよ、なんか。え、じゃあ大丈夫だよ、ここで言っとけばいいんだよ、うん、真相は知りません。知らんけど落ちてて、適当なこと言ってたけど、ちゃんと分かってることはちゃんと言うから、うちらは。まあそうだね、うん、今のは適当なことです。今のは適当なことだからね、みんな騙されないで。騙されないとは言わないけど、うん、これをこんな風につけるんだね、こうやってかかっとかかっと。んなんかさ、これだけさ、たくさんさ、プレゼントでいただいてさ、前にもさ、開封してさ、うん、なんかこれ全種類集めたくなってきてるよね。いや、これなんで、ね、これ絶対あったんじゃない、それこそ。うん、前開けたやつあっちかだったの。あっちかだってんの。あれもいただき物で、イベントの時にもらったんだ、あれは。あ、はい、はい。そうそうそう。なんかドラゴンボールみたいなやつよね。なんかピラミッド。あー、確かに。なんかさ、鳥山明めかみあるよ。なんかその、ね、そういう感じの。かね、確かに、それ、多分好きな人絶対好きだね。確かに。絶対好きだね。わかるわかる。でも超わかる、超わかる、うん。うん。うまいんだよね。鳥山明さんが描くメカは。うまいよね。なんかワクワクするんだよね。うん、なんかね。うん。でも、色味がね、なんかすごくまずいいよね。ここ、わかります？ほら。うんうんうん、うん。これそうなのよ。このね、ちょっとなんか汚しみたいな感じの、うん、がね、元からちゃんとデフォルトで入ってるっていうところが、うん、結構いいんじゃない、うん、うん。逆に味を出すというかさ、うん。で、ここもほら、動くのよ。ちょっとこうやって。ほら、これいいよね。やっぱりかっこいいと思う。私、このシリーズすごい。かっこいいよね。うん。まあ、まだプレゼントでいただいたやつが、あります。まだありますから、また開けましょうよ。開けます、開けます。はい、最高だよね。うん。あー、飾るところが。飾るところがなくなる。まあ、あるんだけど、あるんだけど、整理すれば多分、ね、作れるよ、これ。ちゃんと。だし、私はもう、あれだから、今いつになるかわからないけど、もう、また改装予定だから。はい、改装して。飾るところは改装です。こういうところにね、こうやって置いても可愛いと。うん。こういうところに置いても可愛いんです、こちらは。そろそろ事務所をね、工房をまた変えないといけないですね。そう、変えないといけないんだよ。もう移転しないとそろそろまた。私のこの活動としては、うん、YouTube をやってるって観点から見ても、うん、かなりこう場所を必要とするタイプの、そうだね、YouTuber です、私は、うん、言ってしまった場所を必要とするタイプの YouTuber ですね。 YouTuber という意味で見ても見たらそうなるし、まあ、アーティストという観点から見たら場所は多くいるのは当然というか。てか、なんていうの、やっぱりもうちょっとその作業スペースがね、広い方がいいよね、やっぱりね。広い方がいいね。うん、確実にね、うん。っていうところで、まあそこを目指しつつ、うん、頑張っていきましょうと。広くなればやれることも増えますから。うん、そうだね。もう物が、この今仕事から物がどん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 増えていってて。うん。うん、アーティスト柄っていうのもあるけど。うん。まあ、すごくいいこと。資料室が欲しいな、これ。欲しい、うん、それ、私も欲しいよ。別々にしようね。うん、別々にしようね、じゃねえんだよ。なんかもう、さ、世界観が違うからみたいな感じで。喧嘩になるからみたいな。この、なんか、
いや、そういう感じかな。はい、そういう感じですね。うん、はい。っていうことでした。締めてください。皆さん、そういうことでした。これまだ私やりますので、はい、楽しみにしてますので、あと近々またメインチャンネル上がりますので。そうだね。メインチャンネルは、うん、頻度を高めますんで。はい。あ、そうだ。メインチャンネルこの前私すごい長いね。1時間半の動画上げたんだけど、あれ結構今までメインチャンネルでも MA 日和でも話さなかったようなことを話したんですよ。うん、だからもしビオラさんで見てない人がいたら、うん、まあお時間ある時にでも見てくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。そうだね。まあ結構長い動画だから。うん。私のなんか生い立ちとか、なんか MA マンが結成した背景とか、なんかそういうこととかも全部話してるので。うん、そうだね。うん。見てくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。うん。多分ね、まあ俺の予想だけど、あれを見ることによって、ちょっとね、MA マンの活動とか MA マンチャンネル見る目が多少変わるかなとは思うよ。いい意味で。ああ、でもなんかそれで言うと、うん、なんかあれも結構話したつもりだったけど、あれって、でもね、あれでもまだ話しきれてない部分はぶっちゃけたくさんあるんですよ。細かいことを言えばもっと話せることとかあるし、うん、まあでもそれでも1時間半になったからね、はしょって話したとしても、うん、でもそれでもやっぱり、うん、まあ割と今までお話しできてなかったことを話せたかなと思うから、なんで私がね、そういうああいうことをやってるのか、今こういうことをやってるのかっていうところが多分なんて言うんだろう、点と点がちょっと線で結びつくところが多分あると思うので、うん、よかったら見てほしいな。はいはい、っていう感じですね。っていう感じでした。はい、はい、ということです。じゃあ皆さん、今日も一日お疲れ様でした。また次のビューよりでお会いしましょう。バイバーイ。